東京から山口県の小さな島に越してきたナギ。働き者のお母さんと姉妹社のおばあちゃんとの三人暮らし。先生、あの二人って付き合ってるのかな。わらじい、笑わないじじい、略してわらじい。どうした、どうした。ある種のパニック障害なんじゃけどね。ナギの父親が夫婦喧嘩っちゅうか。この世界に。でもあの人、もしかしたらナギには連絡しちょるかも。パパ？パパ？もう一度君たちと一緒に暮らしたい。ナギが見つめる先にある寄り添い共に生きるということ。どれだけしっかり生きたかじゃけ。運命に向き合いながら3人が選んだ未来とは。ナギの島。お元気ですか。映画パーソナリティの伊藤さとりです。普段映画の舞台挨拶や記者会見でお会いする俳優の方に最新の映画の話ですとか、そしてね、あのプライベートのお話もちらっと聞く伊藤さとりと映画の仲間たち。さあ今回はこの作品から、こちらの方です。ご紹介しましょう。ナギの島から水木先生を演じられました島崎遥さんです。よろしくお願いします。いやー、すごくもう癒しの映画で、さらに癒しキャラで、私あえてこれでございます。どうでした、今回この作品の撮影に関わってみて。いや、あの私長期で、うん、あのどこか地方に行って撮影するっていうこと自体が初めてだったので、うん、すごい大変でした。大変というか、うん、気持ち的に大変でした。だってずっと、ね、山口県のあたりで撮影だったんですもんね。本当に島に住んでました。なんか書いてあったのを見て、本当にコンビニから遠いところ、はいはい、で海の音が聞こえるようなところに宿泊もしてた感じなんですね。そうです。そこで、その島を出ないと何もないんですよ、うん、まさにちょっとね、海外ロケならぬ的な気分ですよね。はい。どうでした、実際。こんな島が日本にあるんだと思いました。、はい、そうですよね、はい、私もね、山口県は1回だけ友達の結婚式で行っただけで、行ったことないんですよ。だから食べ物の魚介類が美味しいっていう思い出しかないんですよ。コロナ期間で外食も禁止だったんですよ、うん、はあ、もうね、冒頭から私はわしづかみでしたよ、ハート。もう子供にこう教室の中で踊りを教えるっていうシーンのあたりからなんか可愛いと思いながら見てましたけど。今回その小学生の子供たちとの共演シーンあったじゃないですか、はい、一緒になんかいろいろお話しました。ちせちゃんとは、うん、まあ、シーンが他の子より多かったんで、うん、でも主演でやっぱ忙しいのであんまり話す機会なくて、うん、まあ、ほんとたわいもない一言二言くらいですね。ちせちゃんってもう本当にこうね、主演作とかにも出るとすごい存在感放ってるじゃないですか、うん、近くで演技見ててどうでした。撮影スタイルがそもそもすごいナチュラルで、うん、本当にこれ本番なのかテストなのか分かんないっていうくらいの撮影方法だったので、うん、ナチュラルに見えるんだけど、なぜかものすごいオーラを放っているっていうすごいミステリアスな雰囲気とパワーを感じました。いや、作品見てて、まあ、全体的にすごいこう長澤監督の、なんだろう、温かさみたいなのを感じた作品だったんですよ、はい、現場はどうだったんですか。いや、もう本当にその通り、本当にみんなナチュラルだし、うんうん、本当にこれで映画ができるのかっていうくらい心配になるくらい、いい、うん、なんか本当にスッというか、うん、でも初め脚本読んだ時どうだったんですか。いや、なんか本当に、あの、私たちが生活している本当日常をまんま、うん、ナチュラルに描いている、何か大きな事件が起きたりとか犯人がいたりとか
そういうわけでは決してなくて、ただただでもそれが妙にいい意味でアンバランスにで心に刺さるというか、台本だけだとイメージつかなかったものが絵になるとやっぱ監督の中にしかないものがすごくたくさんあって、それがぐさっときました、はい、しかもすごくこう風景綺麗じゃないですか、はい、なんか写真でこう切り取れるぐらいの海にこう浮かんでる船だけでも美しいし、あとね、こう帽子に、ね、ワンピースのあの服装も、はい、それもすごい海に馴染んでて、船の上で釣りするシーンとかもあるじゃないですか、はい、あれは実際に釣りとかはやったんですか？やってないです、はい、じゃあ合間とかに釣りとかもしなかったんですか？私も船酔いがすごくて、はい、そことの葛藤でした。それは大変だ、はい、でそこでまたねセリフも覚えなきゃいけないし言わなきゃいけないしっていうのもあるから、でもセリフはそんなに なかったので大丈夫だったんですけど、うん、飲み薬、酔い止めを飲んじゃうとすっごい眠くなっちゃうから、その分量とのいつも毎日戦いでしたどれくらい飲もうかそうなんですね、はい、まさかのあんなちょっとチャーミングなシーンにそんな大変なことがあったとはと思いますけどね、あと照り返しがやっぱすごいんで、海の上の撮影は目が開かなくて、うん、だって秋の海といえども多分暑かった、めちゃめちゃ暑かった、結婚式のシーンとかもすっごい、もうすごい暑かったです。いやでもあそこのシーンすごい好きでしたよ。しかもほらね、瀬戸の花嫁を歌うしっていう、ちょっとそのベタ感が私は好きだったんですけど。あ、ベタなんですね。ええ。そうなんです。あ、そうだ。知らなかったんです。知らなかったです。はい、じゃあもう何度も聞いたりしたんですか？はい、聞きはしました。歌は下手なんで、下手でも下手な役だからいいよって言ってくれたんですけど。踊りもちょっと下手な役でしたもんね、はい、今回の撮影で一番ここは私すごく好きなんですっていうシーンはどこですか？わらじがサプライズして、感動されてるところを結構、私わらじがやっぱ好きで、キャラクター的に、はい、なんかうちに秘める思いがあるじゃないですけどなんか普段見せない表情とか感情があそこであらわになったし、なんか子供たちも結局好きじゃないですか、なんかそこのなんかつかず離れずじゃないですけど、その絶妙な子供たちとの距離感とかもなんかあそこでなんか一気に現れた気がして好きです、ねね、すごく最後の方もね、大役をね仰せつかるようなね。私はでも木の花さんの役も好きでしたよ、はい、もう何ですかね、この役者さんの演技もそうなんですけど、はい、ちょいちょいこう素敵なこと言うじゃないですか、うん、名台詞的な、だから、はい、まあ監督が本当にそれぞれの役者さんたちのキャラクターをうまくこうはめ込んでるなと思って。監督に何か言われましたか？それはなんか何も言われないんですよ、うん、言えないんですよっていうか、うん、本読みをマンツーマンでさせていただいたんですけど、うん、そのまんまでって言ってくれて、だから本当に素を、うん、素のなんかそれぞれのナチュラルな部分を引き出してくれてたんだなと思います。でも出来上がった作品ね、見てみるとすごくね、私も2回見たんですよ。へえ。癒されるというか、一つ一つのシーンがすごい綺麗で、余計なセリフもあまりないじゃないですか。本当にそう、なんかセリフがセリフじゃない感じがして、それも好きでした。うん、今までこうね、ドラマや映画いろいろ活躍されてるじゃないですか。今回のこの作品に関わって何か発見ありましたか？なんか不思議な感覚というか、その自分がなんかこんなにもなん
か一人一人をゆっくり描いている作品で、なんかその中に自分が参加させてもらえているというのが、なんかちょっと今でも不思議というか、なんか今までは結構やってますっていうような役が多かったので、なんか新しい遺憾、新しい自分が見れたというか、はい、そうですよね、はい、私も島崎さんのイメージがなんとなくこうね、あの明るい作品の中でこう一緒にっていうもののイメージがある中で、でもすごいそれが見事にはまっているというか、ナチュラルだったのでね、でもどうです、役者の仕事をこうやってみて、なんかこういう風になっていきたいみたいなのって出てきましたか？いやー、なんか常に自信はないので、こういう作品に出たいなとかはありますけど、こういう人になりたいなとかは強く願望は描かないようにしてます。さっきほらこんな作品出てみたいっておっしゃってたじゃないですか、はい、どんな作品出てみたいですか？やっぱりあのネットフリックスとか世界的に見られるような作品に出てみたいですね。それは何か具体的にこうネットフリックスだったらこういうなんかこうジャンルとかあります？でもオリジナルドラマ好きですね、やっぱその映画にいろんな映画にも出ていきたいんですけど、やっぱオリジナルストーリーの作品に出たいですね。なんかこうおすすめのドラマとかありますか？韓国ドラマがやっぱ多い、韓国作品ほぼしかほぼ見なくって私、あのスカイキャッスル、そうですね、見てないんですよ、見たいんですよ、噂によると面白らしいという。スカイキャッスルがすごい、あの結構上、あのお金持ちの人たちのいざこざとかが結構好きなんですよ。あの昼ドラっぽい感じが好きで、あのスカイキャッスルはもうシリアスなシーンなのに、急にクラシックが流れ、BGM で流れ始めたりとかして笑えてきちゃうんです。コントみたいに見えてきてて、韓国のドラマのその素晴らしさ、ギャップですよね。お芝居とかもそうですけど、なんかもう演劇っていうか、なんかもう迫力がとにかくすごい面白いですね。日本にはないなって、ね、もう結構だからね、ネットフリックス見たりしてるってことは、暇な時っていうのはどんなことしてるんですか？暇な時は本当ネットフリックスか YouTube を見てます、インド派という。インド派です。唯一外に出かけるのはかき氷を食べに行く時、かき氷一年中食べてるんです、かき氷を。それは結構いろんなかき氷屋さんでいろいろチェックされて、はい、今まで来てるってことですね。ちなみに、お気に入り その種類は何なんですか？お野菜のかき氷とか、金柑も好きですね。梅も好きだけど。野菜のかき氷？トウモロコシとかアボカドとか。知らない知らない、はい、酒かすも好きですね。ちょっと後でいろいろ聞きたいと思います、はい、今酒かすとか聞いてうんって思いましたけどね。さてここでですね、はい、あのうちの番組がですねちょっと映画いろいろ紹介しているので、ぜひ、はい、なんかあこんな映画に出てみたいみたいな好きな作品とか出てみたい。私、ずっとやっぱジブリの作品が好きで、それはもう永遠に憧れですね。最初のジブリの出会いは何だったんですか？作品はもちろんトトロです。トトロのビデオ、こういうまだこの、入れる VHS の時ですか？はい、あれをなんか多分買ってくれたのかな、もうあれをずっとずっと流れてましたね、あれが。じゃあちっちゃい時にトトロと出会って、はい、物心ついた時トトロばっか見てましたね。もうね、私も大好きですよ、
めいちゃんとさつきちゃんに泣かされるっていうね本当にもう本当にトトロかお母さんと一緒がどっちかでした。本当にそれセリフ完璧に覚えてそうじゃないですか。え、それそこまでではないんですけど、うん、はい。じゃあその中のベスト3教えてほしいです。ベスト3は難しいけどベスト1は、うん、やっぱりもののけ姫かなって思います。何なんでしょうねって最初見た時怖かったんですよ。はい、わかります。ちっちゃい頃見た時怖かったです。そうですよね。で大人になって見返したら刺さりました。 うっ不思議なんですよあのパワー。推しキャラ誰ですか。でも推しキャラって言われると、うん、いや難しい。考えたこともなかったな白になっちゃうかな違う作品になっちゃう。それは千と千尋の神隠しなんですね、はい、もう分かりますよ、はい、あれも素晴らしいですからね、はい、でも今一周回って、うんうん大人になってから見てないのがゲド戦記。大人になってから見てなくて映画館で見たんですよ子供の頃、うんうんうん、そっかちょっと今パッと思いました。大人になってから見たいなって。もういつかね声優やれるといいですよね。はい、声のお仕事をしたいです。だって妖怪ウォッチやられてたんですもんねはい妖怪ウォッチゲストで、あのもともとその私のキャラクターがもともと見ました。塩にゃんっていう塩対応なのか分かんないですけどあってニャー KB っていうその主題歌を歌わせてもらってたのでそれで出させてもらいました。声優楽しいですか。いやその時は初めてですっごく難しかったです。でもそのナレーションの仕事とか声の仕事はずっと憧れであります。ちょっとまたやっていただきたいです。さあではですね早速ちょっとガチャというものがうちありまして、このガチャで質問を答えてもらうという、楽しそう。チャレンジしてもらいたいと思います。島崎さんはガチャ好きですか。ガチャガチャちっちゃい頃大好きでした。お、じゃあやってもらいたいと思いますよ。じゃあちょっとくるっと回してください。何が入ってる。お、見ていいね、うん、じゃーんコンビニに行くとついつい買ってしまうものは。はい、何でしょうか。アールグレイティー。目が今こうなっちゃったえ、アールグレイティー大手コンビニ3社がオリジナルで作ってる1つ100円のオリジナルのアールグレイティーが本当に美味しいです。それちょっと待ってください。今私の中のアールグレイティーが2種類に分かれた。これ紙パックのやつかペットボトルなんですけど。ペットボトルの3社とも全部ペットボトルで100円とかで売ってて、それが本当に、うん、本当におすすめです。それでなんだこの美味しさはって思って、あのお茶がすごいもともと好きで、うんうんうん、何でも緑茶でも紅茶でも、うん、で感動して、母も紅茶好きなので、うん、言ったら、え、それちょっと前にバズってたやつだよみたいな、ネットであ、もう先に発見されてたんだ。さすが親子ですね、はい、そうなんだ、知らなかった。安くて美味しいんですよ。買ってみます、はい、今日にでも分かりました、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ続いていってみましょう。まだ答えられるんだ、うん、まーす。最近見た印象深い夢は、うん、夢って忘れちゃいがちじゃないですか。結構覚えてる夢ってないな。すぐ夢は忘れちゃいがち。なんかよく見る夢ってあります。あります。本当、うん、物心ついた時からずっと見てる夢があって、うんうん、大人になった今でも、うん、怖い夢なんですけど。どんなですか。あの本当に自分が通ってた幼稚園の、うん、トイレの個室に入ってるんですけど、うん、幼稚園のトイレって鍵かかんなかったんですよ、あのドアだけで、うん、でその個室に入ってて刃物を持った
男性の影ですねがこうやって押し寄せてきて、うん、来るぞ来るぞ来るぞ怖いっていう夢です、うん、めちゃ怖いじゃないですか。そこでいつも止まるんです。それいつ頃から見てるんですか。だから本当物心ついた時から見て、本当それ本当にお母さんにまたあの夢見たって泣いて、怖い一人で寝れないっていうので、でもちょっと今でも定期的に見ます。それなんかちっちゃい時にドラマかなんか見たんですかね。わかんないんですよ。でも自分が買った幼稚園の本当のトイレの外観です。怖い、うん、まさかのだってリアル体験をしてないわけですもんね。はい、あと2種類あって、うん、あともう1種類もう怖いんですけどちょっとポップで誰かにずっと追いかけられて逃げてるんですけど、うん、それはお父さんと私が逃げてて、うん、逃げ方が屋根の上をピョン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 飛びながら逃げてるんです。アクションだ言うとポップなんですけど、でもこっちはすごい必死で、確かに想像してるら笑ってしまいますけどね、はい、何度なくアクション映画的なイメージ、スパイダーマンみたいな感じで。でも怖い映画は好きなんですか。怖いドラマとかそういう怖い、まあ、映画、まあコールは見るか、映画、あの韓国のコールは見ました。私もコール見た。え、怖いの大丈夫じゃないですか、はい、だって韓国の結構ホラーはちょっと怖いですよね、はい、サスペンスホラーでね。そうだからあれとかも、あ、来るぞ来るぞって思って、はい、なるほどね。でもそれは最近ですもんね、はい、見たのね。最近です。まあそれだと影響はなんとなく想像つきますけど、でもちっちゃい頃見てるあのほの暗い水の底からでしたっけ、めっちゃ怖いやつじゃないですか。あれ大好きで、はい、ホラー好きじゃないですか。あれ大好きでした。あれ何回か見ました、ね、あれめちゃめちゃトラウマですよ。しかも結構再放送で昔テレビとかでもやってたんで。そうやってた。私もあれでもマンションに住んでたから、マンション怖くて怖くてしょうが、シミとかが怖いっていうね。でもなんかにあれもやっぱ人間物語が あるお化けだけど、ホラーだけど笑ってますよ。あれ好きですねホラーだと。なんだ、じゃあそういうのがちょっと影響してる可能性もできてしまう。そうですね本当にね、はい、そっか、このぐらい水の底からが見られるって相当ですからねあれはちょっと悪夢見ますからね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、じゃあいよいよね、こちらの8月19日公開になりますよ、はい、凪の島、ぜひ映画を楽しみにされている方に向けて最後にメッセージお願いします。お子さんというよりかは年配の方に見ていただきたいかなって思います。多分今の私が見た凪の島とこれから何十年、20年、30年って経った後に 見る凪の島じゃ多分感想が感じるものが多分違ってくると思っていて、年月が経つ中で自分の人生もいろいろある重ねていろいろあった中で、あの見続けていってほしい作品ですね。はい、ということで島崎遥さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。島崎遥さんが言ってましたけれどもね、確かにこの映画は多分今自分の状況によって見方が変わるような気がしました。私の場合はやっぱり子供がいるので母心で見ていたんですけれども、若い方だと多分島崎遥さんの気持ちになってみたりとか、あと年配の方だと多分木の花さんの気持ちになって見ることができるような、本当に何年経っても見られて、そして感じ方が違う作品、そんな気がします。凪の島、ぜひ皆さん映画館に癒されに、そしてね、心豊かになりに行ってくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。